決まりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。新企画、はい、ちょっとタイトルまだ決めてないんだけど、ええ、なんか自宅でガハハみたいな感じの企画にしようかなと。そうですね、おすすめ DVD ですね。そうっす、そうっす。紹介コーナーですね。紹介コーナー、自宅を楽しむために、はい、ちょっと前回その僕モテで会議した時に、小牧根さんがなんかさらっと持ってた DVD がですね、はい、はい、そうなんですよ、ちょっと紹介してもらっていいですか。はい、こちらになります。顔の前に出さないと見えないんでね、はい、見えますかね。はい、はい、おしどり歌合戦ですね。はい、はい、1939年の日活の作品になりますね。うん、で、前に僕モテ的コメディ映画51選、選ばれてましたね、イベントで。新宿のロフトプラスワンでやった無観客配信で、はい、俺が入れたのか、はい、で、あの時にね、入江監督入れてて、僕も DVD 持ってたんでね、なんかちらっとその話をしたら、今回はちょっと、このおしどり歌合戦を、はい、ちょっとプレゼンというか、ご紹介というかですね。これね、実はあれなんですよ。俺も、これ、廉価版が出たんですよ、これ。あ、そうなんですね。これね、俺、日活から出てるやつで1890円。多分同じかな、小牧の。いや、俺ね、若干ね、パッケージ違うんですよね。はい、ちなみにこれはね、僕ら友達からもらったんですよ。なんだ、もらったんだ。そう、なんで、入手経路はね、ちょっとわかんないんですけど。入りなさいよ。かなり入手しやすくなってるんです、この名作が。あ、そうそう、日活ね、名作シリーズ、ドカンと出ましたもんね。そうそうそう。ね、一応、その外側だけ説明しとくと、はい。主演が片岡千恵蔵さん。はい。監督が牧野正弘監督。まあ、日本映画のもう名将ですね。はい、正弘監督、二郎長三国志とか俺大好きな監督なんですけど、で、あと俳優には志村隆さんとか、はい、市川春代さんとか、まあ名優が出てるという。そうですね、ちょっと小牧根さんからこの映画のなんとなくこう、まあストーリーとかその枠組みみたいなのを紹介してもらっていいですか、魅力を。はい、ですね、せっかくなんで、まあ39年の日活の映画だから80年ちょっと前ぐらいですかね、うん、の作品なんですけど、うん、よくほら何も考えずに楽しんで見れるみたいなこと言うじゃないですか、うん、映画娯楽としてって、うん、このおしどり歌合戦は、ね、まさにそういう作品なんですよね。で、いや本当にで、ね、69分しかないんですよ。短いよね。そうなんですよ、うん、70分ないっていう中でね、で、この本当に楽しくて幸せな、これパッケージにもね世界一ハッピーな映画って書いてある。確かに確かに、ね、でどういう、作品かというとですね、まず時代劇なんですけど、うん、まあ、僕今日もね背景はちょっと時代劇のセットっぽいところを選んでますけど、これは東映京都の渦政。そう、これね、渦政ですね。渦政だよね。はい、おしどり歌合戦はね、日活の作品なんで、はい、当時の日活の撮影所のセットを使って撮影したらしいんですけど、うん、まずですね、特色がですね、うん、時代劇、そしてですね、なんといってもオペレッタっていう、はいはい、オペレッタは、イタリア語ですかね。軽歌劇って、まあだから軽いオペラみたいな、意味で、まあミュージカルですよね、言ってみれば。うん、はい。で、このおしどり歌合戦はミュージカルであるということでですね。で、ちょっと魅力をね、3つの段階に分けてお話ししようかなと思ってまして、はい、まずこのオペレッタ、ミュージカルであるというところ、それからですね、俳優陣のキャラクターの魅力と、うん、それから、井出監督に、その撮影とか演出の話をちょっとの魅力の話も、聞きたいななんて、思ってるんですけど、まず一つ目、このオペレッタっていうね、このミュージカルなんですけど、今作ですね、ほとんど歌なんですよね。ほぼ歌だよね。ほぼ歌なんですよ。うん、で、登場人物が、例えばその自己紹介の歌も歌うし、
あのキャラクターの説明とかね、背景とかをね、あの全部歌で説明してくれるんで、非常に、難しいことが何もないっていうね。あの本当にね、歌で1から10まで説明してくれるんでね、うん、とってもあの見ててね、軽妙で楽しいんですけど、この音楽のベースがね、ジャズなんですよ。あ、なるほど。で、あのかなりポップで、あの結構ね、終始ね、明るい感じのこのジャズがベースになってて、うん、で、なんかジャズと日本のね、歌謡曲がこう混ざった感じっていうんですかね。だからあのなんかふわりとかも含めてすごいね、聞きあの耳なじみが あって確かにあのめちゃめちゃポップなんですよね、うん、それがねすごいね魅力的だなと。で、あの歌詞もすごいフランクで、うん、あの堅苦しくないんですよね。で、なんかね英語の歌詞とかもねちょいちょい混ざってるんですよ。なんかね、あのねヒステリーとか、うん、あとねなんかロマンチックとかね、そう時代劇入ってたり、そうしれっと入ってたりするっていうね。で、なんかこう昔の時代に作られたとかね、なんかその古典感っていうのがあんまりなくって、うん、こういい意味でデタラメで軽いっていうね。確かにすごいモダンな感じがあるよね。そうなんですよ。これがね今見ても全然古くないっていう。うん、この、魅力の一つなんじゃないかななんてね、うん、思うんですけどね。この音楽的なね、ことをあんまり詳しくはないんですけど、すごいね、耳なじみのあるフレーズとかあってね、やっぱ見るとね、ついつい口ずさみたくなっちゃう感じがね、あるんですよね。結構モチーフになった歌がね、繰り返し出てきたりとか。あ、そうなんですよ。うん、志村たかしさんってね、あの、シーの侍とか、生きるの、はい、黒沢明さんとよくやってる方とかはね、ずっとなんかこう、はい、ぼやいてる歌みたいな歌ったりするしね。そうなんです。なんかね、志村たかしさんが、ね、もう、超名優じゃないですか。うん。なんですけど、この、おしどり歌合戦をですね、こんなに、軽い志村さん見れることあるんだってぐらい、めちゃくちゃ軽いキャラクターなんですよね。確かに、あの生きるで、ね、深刻な顔してたのが何だったんだっていう。そう。軽妙すぎるだろっていう。結構ね、コメディリリーフだったりとかもして、うん、なんかね、おどけた感じのね、ちょっと演技とか、あと、なんかね、少し、なんていうんですかね、いわゆるちょっと素っぽい。なんかこう、ついつい、素が出ちゃうみたいな感じのね、はいはいはい、なんかね、おどけてる演技みたいなのもしてて、うん、だから、なんですかね、最近の、先輩の俳優さんで言うと、例えば、佐藤二朗さんとか、の、慌てて面白い感じとか、あたくたしてとか、なんかね、そういう、ちょっとこう かなり軽い志村さんが楽しめるっていうのもね、いいですよね、この作品は。ストーリーはどんな感じなんですか？あ、はい、ストーリーはですね、はい、ですね、まあ時代劇なんで、江戸時代なんですかね。で、片岡で知恵蔵さんがね、はい、浅井霊三郎っていう、まあ浪人なんですよね。うん、で、多分昔侍だったけど、今はもう、なんか堅苦しいのが嫌で浪人になってるみたいな感じのキャラクターなんですよ。うん、で、一応主役なんですけど、うん、この知恵蔵さんが、うん。あんまりね、主役感がないんですよね。それがね、またちょっとこのおしどり歌合戦面白いところで、うん、話はざっくり言うとですね、ハーレムものです。え？ハーレムもの？どういうこと？これハーレムものなんじゃないかなと思って、なんかサンデーの漫画みたいな話なんですよね。ちょっとそれは新しいね。まあ言ってみれば、片岡千恵蔵さんを、まあ、うん、主に3人の女性が、奪い合う。なるほど。この恋のね、恋の合戦で奪い合うみたいな話なんですよ。はいはいはい、うん。で、そこに困った殿様とか、うん、その志村たかしさんが演じてる困ったお父さんが絡んでくるっていうね、うん、結構典型的なね、ハーレムコメディなんですよ、実は。確かに、元手の、ね、そうそうそう、そうなんですよ、うん。で、面白いのが、やっぱね、片岡千恵蔵さん主役なんですけどね、最初から最後まであんまり変化しないんですよね。確かに。ね、なんか、超異動とかで、
そうそうそう、そうなんですよ。別に千尋さんのキャラクター葛藤とかないし、ないね。なんかもう、こう、行き着いてる存在で、で、周りの女性たちが結構それに翻弄されるっていうような話で、うん、で、3人、おはるとおとみと、はい、藤尾っていうこの3人の、女性キャラクターがいると。うん、あ、そうで、これ、面白いのが、なんか、俳優さんの名前と、はい、キャラクターの名前がね、ほぼみんな一緒なんですよね。え、そうなの？あの、片岡千恵蔵さんは違うんですよ。レイサブロなんですけど、おはるはあれか、そうなんですよ。おはるを演じてるのは、市川春代さんですよね。で、志村たかしさんの役もね、志村恭斎ってね、だから、あの、志村さんって呼ばれたりするっていうね。で、あの、服部富子さんがおとみ。うん。で、深水富士子さんが藤尾。うん。で、ディック・ミネさんが演じてるバカ殿様がですね、うん、ミネサワ丹波の神。だから、まあ、みんな本名をもじってるんですよね。もじってんだね。そうなんですよ。だから、親しみやすいっていうね。覚えやすいし、親しみやすいっていうね、いいところがあるんですよ。確かに、志村さんとか志村恭斎でもほぼまんまだよね。そうです、だから結構ね、作中でね、おい志村さんって呼ばれたりとか、ちょっとドキッとするんですよ。だからまあ、映画の中でおい小牧根さんって呼ばれるようなもんだよね。そうそう、そうなんですよ。でなんかね、あの俳優さんとキャラがこう、すごく近しい感じがしてね、これもなんか面白いですよね。うん、で、この、キャラクター、まずですね、ヒロインが、まあ、第一ヒロインですね、おはるさん。はい。はい、笠谷っていうか、まあ、志村たかしさんの娘さんで、うん、で志村さんは、まあ、浪人、元侍の浪人で傘作ってるんですよね、うん、傘張り職人で。傘張り職人。うん、で、その娘のおはると二人暮らしと、うん。で、長屋に住んでて、で、その長屋のご近所に住んでるのが、千恵蔵さん演じてるレイサブロだと。浪人ね。はい。うん、で、おはるはですね、第一ヒロインで、これも、言ってみればですね、例えばお隣さんである。うん、で、軽口を叩き合う中で、うん、で、お互い好きなんだけど、素直になれないっていう。うん、とってもね、ベタなラブコメの。まあそうね。で、第二ヒロインにですね、おとみさんっていう、キャラクターがいて、はい、でおとみさんは周りからすごいモテモテで、うん、なんだけど主人公が好きだと。うん、で、お金持ちで、三吉っていう付き人をいつも、はいはい、まあ、従えてて、うん、っていうね。で、ちょっと勝ち気で、強気なんだけど、主人公には、惚れてる弱みがあって、うん、ちょっとメロメロだみたいなね。でこれもすごいラブコメ要素入ってますよね。確かに確かに、うん、そうなんですよ。まあでもどっかって、ね、漫画っぽいよね。そう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 、そうなんですよ、うん、で第三ヒロインがね、藤尾さんっていう、元いいなずけなんですよ、はい、レイサブローの千恵蔵さんの元言い名付けで、で、ちょっと真面目なんだけど、こう引っ込み思案で、うん、で、まあちょっとその引っ込み思案なことが発端で、まあ事件がちょっと起きてしまうみたいな、うん、のがあったりとかしてね、これも、ヒロイン、サブキャラクターとしてはやっぱり、結構、ベタな存在なんじゃないかなって思うんですけど。うん、で、この3人と誰が、この千恵蔵さんと結ばれるかっていうのが、確かに、まあ、まあ言ってみればね、そういう話なんですよ。まあ確かにハーレムものだね、これね。そうなんですよね。で、みんなで、それぞれのキャラクターが、その都度歌ったりね、うん、あとその、おはるとおとみのね、ちょっとしたこう小競り合いみたいなのがあったりとか、あ、歌での。あやあて的なね。そう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 。うん、女同士のバトルがね。で、まあ、この、まあ、ヒロインたちを巡る話と、うん、でもう一個ね、さっきからちょっとバカ殿みたいな話をしてますけど、ディック・ミネさんがね、はい、なんか、お殿様、はい、若いお殿様をね、演じてて、で、なんで若いお殿様かっていうとね、
一番最初出てきたときにね、僕は若い伊藤野様って言いながら出てくるって。すごい分かりやすい自己紹介。そう、そうなんですよ。あ、若い伊藤野様なんだ。若い伊藤野様だよね。確かに、もう一発で分かるよね。そうなんですよ。で、骨董がね、すごい好きで、はい、骨董品集めるのが好きだと。うん、で、志村たかしさんの演じてる、お父さんも、おはるの。うん、もう骨董集めが趣味なんですよ。貧乏なのにね。そう、貧乏なのに、ちょっとお金が入るとすぐ骨董を買いに行っちゃうと。うん、で、ちょっとこの骨董好きが興じて、このお殿様と、うん、まあ、志村たかしと知り合うことになるんですけど、うん、このお殿様がね、なんか、調子が軽くてね、これっぽいんですよ。なるほど。で、なんかちょっとちらっと見かけたおとみさんかわいいなって言ったりとか、うん、あとその志村たかしと仲良くなったから家で骨董見せてもらうって言って行くと、はい、おはるがいるじゃないですか、うん、おはるすぐ好きになっちゃうんですよ。お殿様はまあお殿様はねほんと惚れっぽいよね。そうなんですよ、うん、でなんかこのおしるたかし面白いのが、うん、そのね、サイドストーリーの方がメインなんじゃないかっていうぐらいね、うん、かなり尺がね、そっちの方に取られてる、長いんですよね。というと69分しかないんですけど、うん、志村たかしさんが主役で、で、次に出てくるのはこのディック・ミネさんが演じてる殿様なんじゃないかっていうぐらいね、うん、この二人の話は結構長いんですよ。確かに確かに。ええ。で、例えば、なんか、お殿様が家来たちに、うん、この俺の持ってる骨董はいいだろうみたいな曲が、なぜか2回ぐらいあったりするんですよ、ね。家来がね、いろんな楽器でこう演奏して歌うみたいな。そうなんですよ。なんかね、これなんだろうなみたいな。これもね、普通の映画のバランスだったら絶対そんなことないじゃないですか。確かに。なんかこれやっぱりね、ミュージカルだからこういう。確かに、ね、成り立つんだなっていうね。志村さん、志村たかし演じる志村恭斎がね、骨董屋さん行くとこも結構多いよね。あ、そう、骨董屋の主人も、うん、骨董勧めるので、茶碗の歌歌ったりとか、うん、あと、お父さんがね、志村たかしも結構、歌うっていうね。歌うよね。で、しかもね、歌がうまいんですよ。歌うまい。志村さん。うまい。なんかね、こんなに引き出しいっぱいあるんだなっていうね、うん、すごい感心しちゃうんですけどね。あ、で、このね、茶碗の歌あるじゃないですか、この茶碗。はい。このね、お今見えますかね、うん、茶碗、うん。茶碗あってね、ほら、志村さんだったらね、茶碗って言ったら、大体、あれじゃないですか、この飯、おろそかには食わんぞ、じゃないですか、大体ね。勘弁ね、勘弁。そう、茶碗持ったら。うん、なんですけど、このおしどり歌合戦ではですね、うん、志村さんでなんかね、さーてさてさて、この茶碗みたいなね、カラカス聞いたか聞いたか見たかみたいなね、ご機嫌な歌をずっと歌ってるんですよ。歌ってる。その歌何回も聞いたよね。いや、そう、これね、すごい耳に残ってね。そうなんですよ。うん、多分、ね、この映画だから一番耳に残ってるかもしれない、それが。あ、でもそうですね、うん、この茶碗の歌が結構長、結構3回ぐらい出てくるのかな、確か、うんうん、とあとはまあやっぱ殿様のね、まあお気楽な家来たちとの歌とかね、うん、そうね、そうなんですよ。で、見どころがね、本当にね、いっぱいあってね、これでたったの69分なんでね、だからあれですよ、埼玉のラッパーより10分長短いんですよ。そうですね、80分ですからね、ワンは。80分だから、それよりも、で、結構その割に展開早いじゃん、これ。あ、そうですね。もう行くしね。うん、で、キャラクターもね、結構多くって、うん、だから、結構ね、片岡千恵蔵さんが、割とこう、巨大な空白というか、うん、なんかね、あんまり活躍もしないし、まあ、一応最後ね、最後にチャンバラはあるんですけど、あ、最後ね。面白。ええ。面白立ち回りあるね。そうそう、面白チャンバラはね、あったりするんですけど、基本的にはね、こう、結構群像劇で、うん、で、そう、多分ね、片岡千恵蔵さんより、
あのその金持ちの娘のおとみのね、付き人の三吉、うん、三吉の方が歌ってるんじゃないかな、多分歌のパートはね、三吉の方が多いんじゃないかなぐらい、うん、そうね、だからね、あのなんかね、なんていうんですかね、バランスが結構こう変わった作品なんですけど、うん、やっぱ音楽と、あとはそのちょっと、ね、入江さんに、はいはい、結構聞きたいというか、うん、あのすごい、メインキャラクターのやっぱその例えば家来とか、うん、町人とか、あとはそのなんていうんですかね、お店にいる人とか、はいはいはい、後ろにいる人たちの動きが、うん、あのすごいあのなんか賑やかで、あ、確かに、ね、リズムをねずっと取ってたり、うん、踊ってたりとかして、でなんかね、なんかそれがすごい賑やかな感じで、うん、お祭り感がね、はい、あるんですけど、この、牧野監督の、やっぱり、特徴というか、そういう部分があったりするんですか？あ、そうそう、このね、山根貞夫さんが書いてる牧野正弘本があって、これはね、もうね、副題がね、映画という祭りなんですよ。おお、あ、そのものですね。でも、ほんとね、お祭りなんですよ、この人。で、どんな映画になっても、絶対お祭りシーンはあるというね。うーん、お祭りがあって、それが立ち回りに回っていったりとか、旅立ちになっていったりとかっていうね、もう本当お祭り好きの人なんですよ、多分ね、牧野正弘って。なるほどね。モブシーンとかの演出がめちゃくちゃうまいじゃん。いやいや、そうなんですよ。なんかね、町人の人たちが後ろの方でリズム取ってると思ったら、うん、いつの間にか画面の方にこう近づいてきて、で、みんなで手つないで主人公たちの周りをぐるぐる踊りながらね、回ったりとか。あとね、そうそう、自分で自伝も書いてるんだけど、ええ、牧野正弘監督って昔子役だったのよね、お父さんが映画監督で。ああ、そっか、まあそうですよね。そうでね、猿のモノマネとかすげえうまくて、動物園でなんかその、見よう見まねで真似したりとかって、自分もね、俳優やってたから、演出が多分すごいうまいんだよね。ああ、なるほどね。ちなみにこの自伝はね、映画都政、天の巻、地の巻って2巻であるんだけど、うん、自伝なんだけど、これは。平凡者の出てる、嘘ばっかりしか書いてない自伝って言われてる。ほとんど酒飲みながら。そんな持ってるんですね。そう、持ってて、多分記憶も曖昧になってる自伝っていう有名な。多分おしどり歌合戦のディック・ミネさんみたいな感じの、軽妙遮断な感じで多分喋っちゃって終わったっていう自伝。お気楽な感じで。これすごい 名著と言われてる自伝ですよ、これ。あ、そうなんですね。だからね、昔のね、おしどり歌合戦の後に作った、次郎長三国志って、清水の次郎長の、はい、描いた長寿シリーズとかもあるんだけど、それとかも絶対毎回お祭りシーンがあって、みんな踊り出して殴り込み行くとか、もしくは殴り込みが終わってみんなで踊るとか絶対あるんだよね。あー、なるほど。うん、だやっぱそこら辺の演出はね、めちゃくちゃうまいですよ、多分。そうですね。だから39年の作品だから、まあモノクロじゃないですか。うん、でも、すごいね、色が賑やかな感じがするっていうのも、うん、この作品が楽しい、見てて楽しい、要因になってるんじゃないかなと思うんですけど。あとね、ここのあるけど、この、ね、傘持ってね、最後のミュージカルシーン。あれ別になんかこう、全員集合みたいなミュージカルじゃん。敵も味方も関係なく、なんかみんなで踊るみたいな。はい、そうですね。まあ、そこら辺もやっぱりこう、サービス精神があるよね。まあそうですね、まあ、ジャッキー映画のエンディングみたいなもんですね。そうとりあえず全員集合しとくみたいな。でもね、この傘もすごいデザインが、そう、おしゃれで、おしゃれ、うん、で、いっぱいたくさん傘がこう、例えば日干しするからって言って、うん、たくさん傘並べてたりとかしてて、で、なんかそういうのってやっぱりモノクロでもすごく鮮やかな印象っていうのが出ますよね。うん、やっぱデザインがモダンだから、今も見てもなんか欲しいなって思うんだよね。そうなんですよ。やっぱね、牧野正弘監督ね、俺は本当にずっと
あの映画館で上映があるたびに見に行くようにしてるんだけど、あでも言ってましたね、やっぱ演出のうまさは抜群だね。うーん、やっぱ別格で、まあ、映画の父って言われたね牧野正造っていう人が、まあ、先代だけど、この牧野正弘もやっぱり演出見ると大体こう俳優もね牧野正弘の映画見れば、うんうん、自分が今何を求められてるかって結構わかると思うんだよね。でこれほら80年ぐらい前の作品だけど、うん、あの作られた年代が昔っていうだけで、うん、あの今と本当に変わらないですよね。変わんない変わんない変わんない。持ってる魅力だったりとか、うん、その演出だったりとか、その、うん、あの俳優の演技のもう魅力も含めて、ね、作られたのが昔だけってそれだけですよね。だってこれ今の俳優さんになってそのままやってもセリフとかそのままいけるもんね、うん、これ。あ、もう全然いけますね。うん、古臭い言いましたもないもんね。うんうんうん。あとやっぱキャラクターもさ、なんかさ、あのまあ類型的なところも含めてさ、なんかこう、普遍性があるじゃん。うんうんうん。あとあの、骨董屋さん、ちょっと、着物ばっかり売りつける骨董屋。はい、ああ、六兵衛さんだったっけな。六兵衛さんだった。あの人とかさ、俺があのその渦政で撮った、二頭っていうドラマに出てくる田口博正さんそっくりだもん。ああ、田口さん。いやでもね、俺も分かります、骨董屋の六兵衛はね、いいなと思って、俺、出れるとしたら、あれでしょ、なんじゃないかなって、うん、そう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 、思ってたんで、六兵衛、めちゃくちゃいいよね、あのね、楽しいよね。確かに確かに。あのね、あこれ、偽物だわって言った後のね、フォローしなさそうとかね、そうそうそう、うん、志村さんが集めた骨董をどんどん安い値段つけていくとかね、本当、心配面白いよ。あれいいですよね、うん、で歌いますしね、ちゃんとね。あれ歌ったっけ、茶碗の歌もね。そうそう、歌って。あ、そうなんだ、六兵衛さん歌うんだ、そう、六兵衛さんもね、一節歌うんで、なんかそう見てていいなと思うのは、例えば、うん、家来とか町人の人たちとかも、うん、あのソロパートがあったりするときにこうみんなあのアップでこうふーっとこういうやつで、ね、そうそうそう、おいちゃん、ひなんかね引っ張ってったりとか、うんするじゃないですか、うん、で、なんか明らかに書いたみたいなほくろが入ってるとかしてそうね、1時間前につけましたみたいなほくろがあるよね。そう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 なんかキャラクター作ったんだなみたいな。そう、なんかね、そういうところもすごいいいなと、みんながやっぱ生き生きしてる、キャラクターたちが生き生きしてる感じが伝わってくるじゃないですか。ちなみにでもね、そんなね、なんかこう、あれだけどね、撮影が宮川和夫さんっていう日本の代表するはい、キャメラマン、はい、黒沢明さんの、ね、監督もそうだし、ラスコーモンとかやってるし、あと溝口健二監督の雨月物語とか、まあそうね、稲垣博監督とかね、結構そうそうたる撮影をやってる人で、まあ多分日本で一人挙げるって言ったら多分宮川和夫っていう人ですけど、こんな軽やかな撮影するんだっていうね。ね、で動いてる、カメラがなんか結構ね、移動してるのをね、カメラ動かしてっていうのが結構、うん、多いですよね。多い。なんかに庭からこうそのままこうぐーっと横に動いていくと室内に入ってってとか、うん、あとなんか片岡千恵三さんが2階からおはるの悲鳴を聞きつけて、2階からバッて出てきて、うん、で、カメラがパンって下行くと、うん、なんか、すぐ裏口からすぐ出てくるみたいな。あった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 。なんか、あれどうやって撮ったんだろうなと思って。なんか、でもあれ。あれ、二役とかにして撮ってるのかな。二役にして、結構早いんだよね。どうやって降りたの？そうそう、うん、そう、あれすごい早いんですよね。あれ多分二役なんじゃない、上の2階の方が別の人で、ああ、引きの方が別の人で、うん、で下で待ってたんだと思うんだよね。そう、なんかね、そういう工夫もねしててね、そう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 、面白いですよね。やっぱね、そこら辺でも宮川和夫さんのアイデアもあるし、牧野監督のアイデアもあって、多分そこら辺がね融合してるのがすげえ面白いなと思って。うーん、溝口健二監督の映画だとほぼなんていうの、引きの絵ばっかりで、ああ、顔の横とかあんまないからね。うん、なるほどね。すごいよね。いや、いいじゃないですか。いや、そうなんでね、これがね、みんな30代前半ぐらいの仕事だったっていうのね。あ、そうなのこれ。そうらしいですよ。志村さんも？
志村さんも 30代前半だったと思う。これ確かね、31、2ぐらいだったんじゃないかな。若いね。それであんなあれだったんだ。おじいさんみたいなやつ。そうなんですよ。これでね、お父さんの役やってるっていうのがね。はぁ。今の俺より7つぐらい年下ってことですからね。この時の志村さん。骨董好きのね、お父さんを。そうなんですよ。へぇー。あ、そうなんだ。なるほどね。で、確か、牧野監督とか宮川さんも30代前半ぐらいだっていう。そうなんだ。わあすごいね。まあでも本当映画のね、日本映画でこう、いわゆるトーキーと呼ばれるものが生まれて、まだそんな経ってない時期だもんね、これね。あ、まあそうですね、39年って言ったらね、うん。今見たらね、宮川一夫さんはね、1935年にデビューしてるから、デビューからまあ4年ぐらいですよ、これ。ああ、4年ぐらい。へえ、すごいですね。みんなまだ若い時にこんな。若いですね。ねえ。なるほど、いいじゃないですか。これなんかでも、はい、家で見ると、わははって笑えて、気分もすっきり。そう、ほんね、69分でね、とっても、超ハッピーなんで、とにかく。はい。これもでも、あのね、確か、神保町シアターかな、あの、上映とかあって、行ったりもしてるんですけど、DVD 持っててもやっぱ映画館で見たくなるんで。ああ、でもまあそうですよね。うん、確かに。神保町シアターとかね、あと、俺昔にユーロスペースでやった。結構前だと思うんですけど、そうそう。あ、見たりとかね。してますね。はい。ぜひね、映画館で見てほしいですけど、まあ、なかなか今行けないから。はい。先に DVD で見るのもね、手だよね、これ。そうですね。で、なんか、いろいろ家で見れる方法もあるようなので、うん、なんか、はい、よかったら、気になったら、はい、見てみてください、はい、ぜひこれはもう本当に、おすすめで気分転換ね、最適だと思いますので、はい、まあ、日本映画史に輝くね傑作だから、まあ勉強にもなるし娯楽としてもいいってことですね。はい、本当にそう思います。じゃあ第1弾はこれで終わりにして、次何いきますか。はい、第2弾は、あ、そうですね、どうしましょうか。また俺の方からあれしてもいいんですか。あとね、やっぱこの YouTube を見てくださってる方が見やすい作品がいいと思うけどね。ああ、見やすい作品ね。まあまあ、その DVD が入手できるとか、配信で見れるとか。そうか、配信でね見れる。なんだろうな。まあでもコマキンが DVD 持ってるものだったら、みんなも買える。そうですね。これなんかどうですか。おおお。これなんかどうですか。のようなもの。のようなものです。おお、森田監督ね。はい、森田芳光監督のデビュー作なんですけど。はいはいはい。俺もこれすごい好きで。DVD 持ってたんだ。そうなんですよ。今は亡きね、新宿の角川シネマでですね、なんか今あるよ、角川シネマ。いやいや、角川シネマ今アニメ専門家になっちゃいましたから、ね、あ、じゃあ名前はねあるけどね。そう実写やってないからね。実写やってないんで、アニメ専門家になっちゃったんで。確かに確かに。で、そうそうの特集かなんかで見たのが思い出深いですけどね。まあ DVD も持ってるんですけど、DVD 売ってるかな。あ、俺もなんか確かに配信とかだとねあんまない気がするんですよね。そうね。いつぐらいに買ったの DVD。 これはいつだったっけかな。結構前ですね。あ、でもね、 Amazon だと売ってるね。お、マジっすか。うん、DVD は売ってますね。でも中古だな。あのね、のようなもののようなものは、あ、プライムで見てるよね。そうそう、何十年ぶりのね、続編でね。うん、でもいいんじゃないですか、森田さんの。あ、本当ですか。そうなんですよね。もう一本ぐらい言っていい。あ、はい、一応候補。お、候補。ちょっと待ってくださいね。はい。なんか渦政が見えるな。渦政行きたいな、久しぶりに。
小牧野さん。はい。はい、帰ってきた。なんかあった？はい、どうも。ですね。やっぱこう、ちょっとうつうつとしてるじゃん、家にいると。そうなんですよね。それをちょっと変えるようなさ。2時間だけでも気持ちをこう晴れさせてくれるような、そういう映画がいいよね。あ、そういうやつがね。あ、そうだ、これね、入江さんに返しそびれてたシリーズがあって。何？ちょっとマイボディーガードと、うん、マイボディーガードと、おうおう、エネミー・オブ・アメリカと、ちょっともうちょっと離れて。あ、これもうちょっと離れて。おお。エネミー・オブ・アメリカ。うんうん。あとですね、ハッスル&フローです。なるほどね。ちょっと、でもあれだな。じゃあ、マイボディーガード行く？今。マイボディーガード。大好きなんだよ、マイボディーガード。マイボディーガード行きましょう。それ俺が貸したやつ？そうです、そうです。俺もう持ってないかと思って、新しいの買っちゃったよ、俺。あ、マジですか。これね、この間 DVD 整理したら出てきて、あれ、俺これ買った記憶ねえなと思ったけどね、池さんが、メルマガでトニー・スコット、トニー・スコット全作品的なやつをやるときに。やった、やった。そうそう、それでね、俺借りてたんですよ。そうだ、メルマガでトニスコット特集やったよね。ええ。あ、でも俺も新しいの買ったから。あ、買ってない。じゃあマイボディーガードかのようなものが行きますか。はい、うん、すごいジャンルに。マイボディーガードコメディじゃないけどね。こう。まあそうですね。ええ。大切な人のために、うん、こう利他主義というか。でもいいじゃないですか、やっぱトニー・スコットね、あとね、今こう家にいるとちょっとこうアル中になる人が多いらしいですよ、やっぱ酒飲んじゃって。でこうちょっと睡眠パターンとかも変わってくるじゃないですか。俺もそうなんですけど、寝れないから酒飲んじゃって。まあ確かに。でそういう時にマイボディーガードのデンゼル・ワシントン見ると、さっこうやめればっていうね。何も解決しないです。そんな教訓もあるかもしれない。教訓もあるかもしれない。いいですか。じゃあ次回はどっちか連絡してこれでいこうか。はい。ちょっとタイトルだけなんか考えたいですよね。ああ、そうですね。うん。コマキンのなんとかなんとか。はい。冠は俺なんですね。そう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 。コマキンの。うん。コマギンの、まあ、なんですかね、自宅、自宅三昧みたいな。あ、じゃあ、コマギンの自宅三昧しますか。了解です。じゃあ、それで YouTube のタイトルつけていきますね。じゃあ、元気で。はい。はい。いやいや、よかったです。はい、お元気で、また、どうもでーす。おはようございます。1、2、3、ケーキ。